飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今日は YouTube の撮影スタジオの近くにある東京都世田谷区松陰神社に来ております。というわけで本日は吉田松陰先生をフィーチャーします。4月新学期、新しい先生との出会いの季節ですね。というわけで今回のテーマは、私が思わず先生と呼んでしまう吉田松陰先生特集。前半は3つのすごいで知る松陰先生ざっくりヒストリー、後半は松陰神社にまさかのあれがということで歴史散策ロケ動画をお届けいたします。最後までごゆるりとお楽しみください。まずは松陰先生ざっくりヒストリー。松陰先生は現在の山口県長州藩の下級武士の家に生まれました。叔父の養子となりますが、その叔父が病死したため幼くして吉田家の当主となります。そして11歳の時には藩主の毛利高近公に抗議をするなど神童ぶりを発揮。そしてね、藩の中でも一目置かれる存在になっていきます。そして松陰先生15歳の頃にアヘン戦争で清国がイギリスに負けたことなどを知り、日本も欧米列強に狙われるのではと危機感を募らせます。とここで、ここがすごいよ松陰先生、その1、行動力が半端ない。日本の置かれた状況を自分の目で確かめるため、また自らの見識を広めるために日本全国を行脚。長崎ではですね、停泊中のオランダ船に乗り込んで西洋文明の質の高さに驚愕したといいます。その後も水戸や会津、佐渡にも渡っているんですよね。それからロシア船が出没したということで津軽半島まで足を伸ばし、南は九州、北は青森まで歩き回り、生涯の総移動距離は1万3000キロと言われています。いや、私1万3000キロってちょっと想像がつかないので調べてみたら、日本からカメルーンぐらいまでの距離があるそうですよ。いやー、松陰先生はこんな風にですね、自分の目と足を使って情報を集めることを大事にしていて、将来を見通す判断材料にしていました。そういう人の発する言葉ってやっぱり説得力が違いますよね。さて、旅をする中で松陰先生は日本に迫る外国の脅威を肌で感じました。このままでは日本が危ない。そして時代は松陰先生が抱いた危機感の通り、危機的な局面を迎えます。嘉永6年1853年、ペリー来航。開国貿易を求めて軍艦に乗ってやってきたペリー艦隊、アメリカをはじめ諸外国に対し、日本はこれからどう向き合うべきか態度を決めなくてはなりませんでした。ここがすごいよ松陰先生、その2、目的のためには手段を選ばない。松陰先生、本を読んだり人から話を聞くうちに、実際に自分で外国を見たいと思うようになるんですね。そこで松陰先生24歳の時、ペリー艦隊が2度目に日本に来た時のことです。何としても進んだ海外の文化に触れようと、弟子の金子重之助とともに下田に停泊中のペリー艦隊に小舟で乗りつけて外国に連れて行ってほしいと頼みます。つまり密航しようとするんですね。当時日本は鎖国中、密航は犯罪行為でございますので、この密航の申し出はペリーサイドに受け入れられず、陸に戻った松陰先生は牢に入ることになりました。この時の松陰先生の密航騒動ってね、ペリー側の記録、ペリー提督日本遠征記に細かく書き留められております。抜粋してご紹介しましょう。この事件は、知識を増すためになら国の厳格な法律を無視することも死の危険を冒すことも辞さなかった2人
人の教養ある日本人の激しい知識欲を示すものとして非常に興味深かった。日本人は間違いなく探求心のある国民であり、道徳的知的能力を広げる機会を歓迎するだろう。あの不運な二人の行動は同国人の特質であると思うし、国民の激しい好奇心をこれほどよく表しているものはない。いや、全く面識のない外国人にこんな風に思われるなんて、松陰先生さすがです。さて、日光騒動の後、江戸の牢屋から長州藩の野山獄という牢屋に移された松陰先生は、1年間におよそ600冊もの本を読み、さらに知識を深めました。この間もね、松陰先生に教えを乞いたいという人は増え続けて、出獄を許されると、いよいよ松下村塾で教師として若者たちを指導するようになります。ここがすごいよ松陰先生。その3、教育者としての手腕がすごい。松下村塾には松陰先生を慕ってさまざまな身分の人が集まってきました。武家出身の高杉晋作、医者の息子の久坂玄瑞、農民出身の伊藤博文、下級武士出身の山形有朋。松陰先生はそうした生徒たちの身分の垣根を取っ払って、さらに師匠である松陰先生も弟子と同じ目線になることを大事にしたんですよね。そういった思想が現れているのが僕と君です。僕は八つ枯れとも読み、もともとはしもべとか召使いという意味なんですが、日本で江戸時代後期から学者たちの間で検証として、ね、使われるようになった一人称です。松陰先生も手紙の中で盛んに僕という一人称を使いました。そして生徒たちに対しては敬うべき相手に使う君という二人称を使ったんです。弟子同士はもちろん、師匠と弟子も対等な立場でお互いにリスペクトし合おうという思いが込められているのが僕と君なんですね。明治時代になって誕生した初代内閣総理大臣伊藤博文、二度総理大臣になった山形有朋も松下村塾の出身ですから、日本の議会では君というのが議員同士の継承として使われるようになって、現代でも国会議員同士の継承は男女問わず君というわけです。令和に受け継がれる松下村塾スピリット、松陰先生マジリスペクトです。もう何回来てもやっぱりね、松陰先生にお会いできるっていう気持ちになるからね、気持ちが引き締まりますよね。ということでね、松陰神社様にもうお参りも私済まさせていただきました。でこちらの境内にはね、もう本当に素晴らしい聖地とも呼べる場所がございますんでございますのよ。それがですね、こちらちょっと分かりますか、ね、山口県の萩にもちろん松下村塾という場所がございましてね、その松下村塾のレプリカが原寸大で境内にあるんです。いや、すごくないですか。いや、私現地にももちろん行きましたけれども、東京でこのスケール感を感じられるっていうのはもう本当にありがたいことで、ちなみにこの松陰神社様はもともとね、吉田松陰先生安政の大獄で軽視、亡くなった後にですね、小塚原というところに、葬られていたんですけれども、そのご遺体をこちらに運んできて、で、
お祭りされたということで、松陰神社様では吉田松陰先生、それから松下村塾に通われていた皆様がお祭りされていてですね、学問の神様として慕われているんですけれども、そのお参りをした後にやっぱりこの松下村塾を見ていただきたいんです。ぜひね、この空間に塾生たちが集って学んでいたわけですよ。こっちが塾生の控え室ですね。講義をするスペースとは、少しこう間を置いてですね、塾生の、いやだからここに、ここにって言ってもこれはレプリカだけれども、この空間、このぐらいのスペースの中に、ね、高杉晋作、草加玄瑞、伊藤博文、みんながこう膝を突き合わせて議論を戦わせたんでしょう。そう思うと本当この空間、このぐらいのスペースから新しい時代の波っていうのは生まれるんだなって思うとちょっとゾクゾクしますよね。松陰先生が大事にしていたのは、生徒の個性をとにかく大事にするっていうことをモットーにされていたんですよね。っていうのも、人には愚かな人、賢い人、両方いるんだけれども、才能がない人はいない。だから必ず才能はあるんだから、小さな、欠点というところに気を取られていたら、その人の才能を見つけることはできないから、本当にその人の良いところを見るべきなんだっていうような考え方をなさってる先生だったので、例えば伊藤博文とかは先生自身がおっしゃってるのは、他の塾生たちに比べると、才能は乏しいのかもしれないけれども、非常に彼はですね、花もないっていうふうに言ってるんですよね。正直だけど花もないって言ってるんだけれども、非常に私は彼のことを愛しているんだって言って、で彼の才能は修繕の才能なんだ、要は人と人をつなぐ才能があるっていうことをおっしゃってて、やっぱり政治家向きの才能だっていうことをもう塾に通ってる時から気づいていらっしゃったわけですよ。それがやっぱり初代総理大臣になるっていうのは、いかにその松陰先生の教育者としてのこう視線っていうのがすごかったのかっていうことですよね。だって松陰先生おいくつ、亡くなった時おいくつだったと思われますか。松陰先生亡くなった時、数え年で30なので、今の満年齢だと29とかなんですよ。29歳の先生がその後の日本を作った人々を育てたっていうのは、やっぱりそれは、若さゆえのその情熱やエネルギーっていうものが伝わっていったんだろうなっていうふうに思いますよね。ぜひね、松陰神社様にいらっしゃったらお参りをして、この松下村塾のレプリカもご覧になってください。松陰先生は強烈な攘夷倒幕思想を危険視され、老中暗殺計画を自白したために安政の大獄に連座して軽視しました。松下村塾はわずか2年余りの間しか開塾していませんでしたが、騎兵隊を作った高杉晋作、尊王攘夷運動のリーダー的存在となった草加玄瑞、総理大臣になった伊藤博文、山形有朋といった時代を動かした数々の才能を育んだ教育者としての功績は計り知れません。日本史を動かした偉大な先生だと思います。いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。